ルートファイルシステムアーカイブの作成の準備といたしましては、実機で開発を進める際に、こちらの内容を記録しておきましょう。開発の際にインストールしたパッケージや、設定変更を行った箇所、コマンドによる変更点や、ファイル編集による変更点などの、設定変更の手段についても記録しておきます。また、作成、追加したファイルについても、どのファイルをどこに格納しているかも記録しておきましょう。ルートファイルシステムアーカイブの構成のイメージとしては、X1 デビアンビルダーの中に、アルマジロ IoT、G3、G3L、アルマジロ X1、それぞれのリソースディレクトリと、ツール実行スクリプトがあります。選択した製品のソースディレクトリを編集後、build.sh を実行することで、ルートファイルシステムアーカイブを作成します。今回は G3 のリソースディレクトリを一例として紹介させていただきます。AIoTG3 リソースディレクトリの中に、リソースディレクトリがあります。その中のファイルを編集することで、パッケージの追加や、ユーザー情報を変更することが可能となっております。また AIoTG3 リソースディレクトリ以下に置いたものは、リソースディレクトリ以外、ルートファイルシステムの直下にコピーされるため、お客様が作ったアプリケーション等も、こちらに置くことになるかと思います。ルートファイルシステムアーカイブを作成する具体的な手順はマニュアルをご参照ください。また、こちらのブログ記事も参考になるかと思いますので、合わせてご確認いただけますと幸いです。